というわけでご覧いただきましたように、4月11日オールスター大阪大会で、なんと 3W のベルトが JWP に流れてしまったということになりました。この関西そして尾崎ペアが新チャンピオンということになったわけでありますが、初防衛戦を迎えた今の気持ちを聞いてみたいと思います。あの時の大阪での大会、非常に素晴らしい大会、素晴らしい試合だというふうに聞いておりますけれども、はい、どんな印象ですか、あの時は。もうベルトを取ることに必死で、勝った瞬間はやっぱやった後しか思わなかったですけど、あの時はすごくいい連携プレーで最後決まったようでしたかね。ちょうど体が大きいのとちっちゃいので、これはいい技じゃないかなと思って、はいはい、あの時の気持ちというのはどうだったですか。そうですね、去年やっぱり、川崎で山田に最後、すごい言葉言われたんで、必ずベルトは取り返してやろうとあの日からずっと思ってましたんで、大阪の日はもうベルトを取るだけ考えてました。はい。今日は初防衛戦ということで、特に相手に堀田恵美子選手がいますよね。はい、必ず今日も蹴りで倒したいと思います。やっぱり今日も蹴り合いになりますか。そうですね、でも蹴りの部分だけじゃなくて、やっぱり他の技とかもやっぱり見ていただきたいんで、はい、自分とホッター絡みなんで、やっぱり心のあるプロレスをしたいと思ってます今日は。心のあるプロレス、はい。尾崎選手はどうでしょう。挑戦者のつもりで今日もガンガンいきたいと思います。そうですか。あの時の大阪の時と変わらぬ、はいはい、素晴らしい試合を一緒に期待しております。はい、頑張ってください。そしてこちらがチャレンジャーチーム、堀田恵美子、井上貴子両選手であります。さあ、いよいよ決戦の時ですが、とにかくね、全日本女子の宝取り返さなきゃいけませんね。そうですね、もう今日は貴子と2人で、もうその長い旅の間ずっと2人で練習してきたので、その成果を今日は十分に出したいと思います。はい、井上選手どうですか。この間の 3WA の選手権を大阪で見たときに、どっちが勝っても必ず一緒に挑戦しようという話をしてたんで、今回挑戦できてすごい嬉しいです。はい、さあ、そして何よりですね、お互いが、ライバルとして見ている選手が相手にいます。堀田選手の場合はダイナマイト関西選手。そうですね、横浜の時は負けてるので、今日は必ず関西からホールを取りたいと思います。はい、そして尾崎真由美選手にもいろいろ返さなきゃいけない借りがあるんじゃないですか。そうなんです、何回か試合やってるんですけど、私が負けてる時の方が多いので、尾崎からホールを取れれば一番いいと思ってます。はい、2人とも本当に顔つきが全然違うという、ね、感じがします。期待しております。続きまして、チャンピオンチーム、大学関西大阪マイクによりチャンピオンベルトの返還でございます。本日のメインイベント 3WA 世界タッグ選手権試合、60分3本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、全日本女子プロレス155パウンド、井上貴子。同じく180パウンド、堀田。赤コーナー選手権チーム、 JWP 135パウンド、尾崎真由美。同じく185パウンド、ダイナマイト関西。
強風矢沢。さあいよいよメインイベントです。 3WA 世界タッグ選手権試合60分、3本勝負ということで、現チャンピオンはデンジロ選手ではないんですね、 JWP ダイナマイト関西尾崎真由美組ということで、これ2回目の防衛戦ということになりますね。初防衛戦じゃないですか。初防衛戦ですね、はいはい、このチームの対決は2度目なんですよね。そうですね、ノンタイトルも含めて、はい、で、あのチャンピオンになってからは初防衛戦、当然前チャンピオンはね、トヨタ山田組ということなんですけど、結果的にねタイトル取られちゃって、うん、今日この試合には混ざってないってことですよね。そうですね、さっき起こされちゃいましたね。本当自分たちがまたもう一回すぐ挑戦しなきゃいけなかったんですけど、全チャンピオンですからね。ですよね、リターンマッチがあって叱るべきだったんですけど、だからこの試合はどっちかというと堀田高校組が望んで実現した一戦というのが感じがしますね、はい、あの特に高子選手の入れ込み方が結構尋常じゃないという。そうですね、はい、特に尾崎大使ですね、まあ、あの関西じゃないですか、帰って関西にもね、堀田、はい、選手は今握手しましたけども、うん、高子はすぐに張ってきましたよね、うん、まあ、ある意味でこの高子 JWP とのね対抗戦で、まあ、このところ怪我してきたという部分もありますのでね。またある意味でダイナマイト関西って選手が一番光ってるレスラーだから、やっぱりぶつかってた方がいいんじゃないですか。うん、豊田選手はね、まあ、残念ながらタイトル取られちゃいましたけれども、その時はこの尾崎関西組どういうチームですか、やってみて、うん、自分で、そうですね、どっちかというと尾崎選手の方に狙えば楽っていうんですか。でも尾崎選手は本当粘り強いですね。粘り強い、あ、はい、なかなかね、うん、粘り強いですよね。タフですよね、ちっちゃい割に。そうです、体ちっちゃいのに、ちっちゃいんですよね、うん、そしてこの人にねちょっと狙いを絞るとなかなか辛いものがあるなという。本当にあの縦横でかいですね。でかいですね、横もありますもんね、リフリジュレーターというかですね、冷蔵庫、あ、でかい、うん、強烈で一つ一つが重いなという感じがします。さあ、おっと、後頭部を踏みつけて、まあ、この堀田との因縁というのもね、一つ横浜アリーナのシングルマッチでは一つ蹴りをつけたというところで、今度は 3WA のチャンピオンとして迎え撃つ格好になりました、このダイナマイト関西。今回は札幌まで全日本女子プロレスのマット参加しての、あーっと強烈なキックでタッチをさせません、ちょっと赤子が捕まっております。で、尾崎のタッチ、チャンピオンチームの方がクイックタッチって感じですね。ここまではそうですね、連携はよくできてますね、さあこのアームホイップで流れを変えたい全女チームです。挑戦者、全女の中でやっぱりあの 3WA のベルトが流出したというかですね、他団体に行ってしまったっていうのは意識としてどうですか、全女内の選手の中で。そうですね、本当初めてのことだから、ですよね、もう本当全女の選手みんなに申し訳ないって気持ちが強いですよ、やっぱり、うん、それだけ、うん、やっぱりダイナマイト関西尾崎チームっていうのがチームとしてすごい完成されたチームだったってことじゃないですか。対抗戦つっていろんな相手出ましたけれども、この JWP コンビは常に2人でタッグ組んで出てきてますよね。そうですね、そうですね、対抗戦ではね、対抗戦になると、はい、まあ、自分たちもずっと、まあ、同じね出たんですけど、うん、まあ、あの試合も、まあ、どちらが勝ってもという感じの試合でしたけれどもね、最後は寸でのところでパーッとチームが王座を